今日も一日働いた、言い訳しないで頑張った。お家に帰ってお風呂に入ろう、歯磨きしよう。なんでもない今日を生きていく、私らしく明日も生きていく。今日を愛するライオン。この技術は全ての概念を覆す。私はこの技術で時代の先を行く。時代の先を行く技術、スマートコンストラクション。この国は女性にとって発展途上国だ。限られたチャンス、立ちはだかるアンフェア。でも迷うな。大切なことは私自身が知っている。これからだ、私。自分という旗を立てよう。ポーラ、リクルートフォーラム。は旧姓の佐々木で、普通の時はママ。ほら、こう子供にママはねとかパパはねとかそういう話をしてるうちに、だんだんこうお互いにパパママって呼んでたと思います。呼ばれた瞬間は驚きよりもキュンっていうドキっていう思いの方が強かったです。愛はあったこうママでもあるけど、やっぱ一人の女の人として意識されてるのかなっていうのは嬉しいですね。名前に限らず、だからこう、まあ、女性として認められるっていうのが生き生きするっていうか。ママよりもっと前の自分の記憶を少しだけ思い出せたかなっていう感じはしました。
おはよう。おはようございます。なんか顔疲れてんな、残業。いや、普通に寝ましたけど。寝てする おはよう。あ、おはようございます。おはよう。お、髪切った？あー、これ巻いただけですって。巻いただけですって。やっぱ可愛いな、あの子。そうですね、いい子だし。大丈夫だよ、吉野とは需要が違うんだから。需要？最近サボってた？変わりたい？変わらなきゃ。さわ、見てよこれ。お、もうハイハイしてる？何これ、レロレロしてる。かわいいでしょ。かわいい。え、もう預けてるんだっけ？行ってるよ、保育園。今朝も送ってきたし。お、イクメンしてるね。そうそう、結構いろいろ手伝ってるんだけどさ、なんかいつも怒られるんだよね。手伝うね。ありがたいと思ってると思うよ。ただ、ママって大変だからね。でも、みんな本当にしてほしいのは、実はママのケアなのかも。どんなにパパが協力的でも、結局ママにしかできないことが山ほどあって、それは毎日のほんの小さなことだったりするので、パパに言うほどのことでもないわけ。でも働き始めると時間に追われるでしょ。なかなか寝てくれなかったり、せっかく作ったのに全然食べてくれなかったり、忙しい時に限ってすぐ熱は出すし、また熱ですか。急いでる時に限ってぐずって動かないし、疲れてる時に限って抱っこしてほしがったり、そういうことをこなすのが辛いってわけじゃないんだけど、とにかくママをいたわってあげてね。大沢、大丈夫？え？あ、そう、そういうの。優しい言葉一つで頑張れちゃうんだよね。簡単だな。でもそこが大事なんです。たまには奥さんのことギュッとかしてあげてください。いや、それはちょっと。何言ってんの。奥様のこと抱っこしてあげられるのはあなただけなんですよ。あ、確かに。帰り道はほとんど走っている。送り迎えは私がするっていつ決まったんだっけ。ママだ。お熱どうですか？何食べよっか。今日の会議は結構大事だったし。じゃあお願いね。明日までにやらなくちゃいけないこともあって、でも今日はもう病院終わってるから、明日の朝に病院に行かなくちゃ。ママだった。抱っこよいしょ。朝もお熱だったら保育園に行けないから。大丈夫、うん、おばあちゃんか、遠いから悪いしな。でも明日は絶対休めないし、病児保育予約できるといいんだけど。そしたらお弁当作らなきゃか。ってことは今日もまた寝れないな。大丈夫？ママ大丈夫？
はあ、私は大丈夫だろうか。うわぁ、ちょ10品目で喜ぶの根拠は、きちんとお仕事ができているだろうか。ちゃんと君を愛せているだろうか。見て見て、あの子も言ってるよ。かわいい。行こう。ねえ、かわいい。そして自分を愛せているだろうか。大丈夫。よいしょ。